氷点下5度を示すのは札幌市の大通公園の温度計です。道内は上空に強い寒気が流れ込み、朝から冷え込みが続いています。今日の予想最高気温は札幌市で氷点下5度、稚内市で氷点下8度など、日中も寒さが強まる見込みです。なんか晴れてるのに風がめっちゃ冷たいから、すごい寒いです。また留萌市の幌糠では寒気の影響で、道内で今シーズン初めて2メートルを超える積雪が観測されました。この冷え込みは明日朝まで続く見込みで、路面凍結による転倒などにも注意が必要です。